さあ主さん、今回は普通にマイクラをやっていきましょう。あれ、あんまり納得いってなさそうですね。いや、今まで普通にマイクラやりましょう。っていう前振りあった時、全然普通のマイクラじゃなかったからさ、今回もそこら辺どうかと思ってさ。まったく疑り深いですね、主さんは。そりゃ疑り深くなるでしょうよ。今回はまな板とかのチートもっとも導入してないですし、魔法の剣とかの最強の剣も導入していませんよ。あるのは普通のサバイバルの世界、ただそれだけなんですよ主さん。ベル君が取り繕うほど怪しく思えてくるんだよ。そんでまた目標にとんでもないモンスターを設定したりするんでしょ。いいえ、今回はエンドラ討伐を目指してもらいます。おっと、目標ではボロを出さないようにしている感じか。草からチート武器も出る気配はなさそうだな。となると残されているのがこの原木だな。この原木を壊したらなんかすごい武器とかが出てくると普通だな。ここに変化はなしと。え、今回本当に普通のサバイバルってこと？だからそうなんですって。今までチート武器に頼り切った主さんが、チート武器なしで、エンドラ討伐に行けるのかの検証ですよ主さん。あ、今回そういう企画？いやいや、ベル君いくら私がチートを使い倒してるからって、何年マイクラをやってきたと思ってるんですか？いや、主さんに関してはマイクラ歴とか関係ないと思ってます。まあ見てなさいベル君。もはやベテランの域に達するほどマイクラをプレイしている。ちょっと待て、見慣れないメッセージが出てきたぞ。おっと、これは何が起きているのでしょうか？なんだこれは。ということで今回は、倒したモブに変身する世界。あー、またペル君にはめられたわ。全然普通の世界じゃないじゃんかよ。いや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 、いろんなモッドやチートを使って遊ぶのがこのチャンネルの普通じゃないですか。そうでした。ということでまずは主さん、牛さんに変身しましたね。牛さんに変身したら家に入れなくなったんだけど、そんで HP 半分になってるし。HP もモブのものに依存するのでそういうところも気にかけてくださいね。え、そしたらこの村にいる、アイアンゴーレムに変身したら最強じゃない。でもアイアンゴーレムに変身して敵モブを倒したら、その敵モブに変身しちゃいますよ。そういうことやんけ。ということで今回は倒したモブに変身できる能力を使って、エンドラを倒すのを目標にしましょう。エンドラにも変身できるのか気になりますからね。エンドラ討伐の目標は変わらないんだね。いやー結局ペル君にまた一発やられたな。まあまあ、早期を落とさずに、途中僕の力も使っていきますから。いやしたー。まず気になる点一つ、モブに変身しても敵モブは私を敵と認識するのか？敵モブはこの牛が偽物だと気づくのでしょうか？これで敵認識されたら私不利じゃない？ HP がいつもの半分になってるし。そこはベテランの域に達している主さんのスキルを見せてくださいよ。うっわ、そこでさっきの言葉使うのせこいわ。ということで牛のまま洞窟に突入。ゾンビはどういう動きをするんだ？普通にこっちに向かってきてますね。どうやらゾンビはこの牛さんを偽物と見破ったようです。あちゃ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 、そうか、ゾンビに変身するから火に当たると焼けるのか。いきなり焼かれてアボンはかっこ悪いぞ私。ふぅ、危ないところだ。さあ、でもちょっと待てよ。このままゾンビのままだったら、地上に戻れなくない？主さんの地底人生活が始まるというわけですね。そんなシリーズ始めるつもりありませんよ。パンを食べるゾンビという圧倒的違和感。そんなことはともかく、とりあえず、鉄鉱石は採掘しておくか。ヘルメットをかぶれば、火に当たって焼けることはないですよ。あ、そっか、その手があったか。おっと、ゾンビが来てるな。モブに変身しても敵認識されてたから、あれ、引き返しちゃった。あれより先に行くと火に当たって焼けるからかな？それか、ゾンビに変身すると、敵認識されないのかもしれないですね。それだったら安心して洞窟探検できるんだけどね。あ、ゾンビに変身したら敵認識されないのか。これは洞窟探検が快適になるわ。牛は見破れたものの、盗賊に変身すると見破れなくなるみたいですね。判断基準がよくわからないけども。主さん、あのゾンビについていけば、火に当たらずとも向こう側に行けそうですよ。あのゾンビさん、私に道案内してくれてるみたいだね。敵モブも仲間になれるなんという平和な世界。コウモリって空飛べるけどさ、私が変身しても空飛べるのかな？変身したモブの一部能力は引き継げるようになっているので、コウモリに変身すれば飛べますよ。おー、やっぱり空を飛べるモブに変身できるのはいいね。コウモリは火に焼けないから、これで自由に地上を行き来できると言ってももう夜か。コウモリになっても寝れるのかな？ちょっと村人さんそこどいてください。村人さんびっくりするでしょうね、突然コウモリにベッド横取りされて。逆さのままおはようございます。モブに変身しても、睡眠で夜を越せるみたいだね。コウモリは移動には向きますけど、戦闘となると HP が低すぎるのであまり向いていないでしょうかね。空を飛べない近接系の敵なら貫通できそうだけどね。でもやっぱりある程度の HP は欲しいからな。次はこのモブに変身してみようか。クリーパーセブンでございます。ちなみに、敵モブの能力は R キーで使えますよ。クリーパーの能力はどんな感じかもうお察しついていると思いますけど。絶対自爆ですよね、わかります。自滅技ではあるけど、
最後の置き土産の大技として使うのはありなんじゃないかな。っていうかすでに点滅して爆発寸前じゃない私。準備万端じゃないですか。まあリスポーン地点近いし、自爆してみるか。オッチ滅する前に雲に変身した。自爆した時にモブを倒せば、どうやらデスポーンは回避できるみたいだな。ブロックを自在に登れるのが雲の強みですね。これで立ちはだかる壁も楽々登れますね。エンドの黒曜石タワーとかまさに最適じゃん。ていうかそれ以前に動きが気持ち悪いから無理だ。やっぱりクリーパーがいいです私。多分デスポーンするとは思うけど、一回誰もいないところで勝手に自爆してみるか。いや絶対別途送りにされると思うけどさ。死なない。え、これクリーパーの爆発永久に使える感じ？クールダウンの時間が結構長いですけど、何回爆発しても反動とかはない感じですね。つまり、敵をワンパンできる爆発を無条件に打ちまくれるってことだね。まあそういうことになりますね。ぶち壊れ能力じゃん。敵モブの中ではクリーパーが頭一つ抜けて強そうだな。ただ、クリーパーの姿で戦闘をするとなると、いずれ倒した敵モブに変身してしまいますからね。そうなんだよな。気に入ったモブを保持できる機能とかがあればいいんだけど、そんな便利機能ないもんね。さすがにそこまでハイテクではないですね。っていうかさっきよりもさらに爆発しそうになってない？次はネザーです。ネザーにも気になるモブたちがたくさんいるからね。いろいろと変身して能力を試していきたいところ。今回のネザーも複雑仕様になっています。いや、今回はそんな心配してないね。あ、そうなんですか？ネザー要塞を見つけないといけないけど、こっちにはコウモリの飛行能力があるからね。コウモリでネザー要塞探索もいいですけど、ガストもこっちにはいますからね。あ、絶対そっちのがいいじゃん。ガストはブレスも吐けるからね。変身できるならガストに変身したいな。歪んだ森に来ました。ここにはエンダーマンがいますね。クリーパーの爆発でエンダーマンワンパンできるかな？ゼロ距離ならワンパンできそうですけどね。いましたエンダーマン。挨拶がてらゼロ距離爆発を見舞いします。おはようございまーす。ワンパンマン。ウェーこれインドラ戦もクリーパーでいけばあっという間に終わりそうだぞ。休憩タイムの時に爆発しまくれば、ゴリゴリ HP が削れていきそうですね。これはエンドラ戦が楽しみになってきたぞ。そっか、エンダーマンはテレポート機能が使えるの。ドワー！自分からマグマにテレポートするエンダーマンがどこにいるんだよ。ここにいますね。エンダーマンの HP が多いおかげでなんとか助かったわ。初めてエンダーマンの HP が多くてよかったと思ったわ。ガスト討伐チャンス、これ攻撃当たるだろ。あとで一つ分届いてないですね。お願いだガストくんに変身させてくれ。おーおー感情の起伏が激しいです。ガストに変身できちゃったよ。いやでっか、三人称視点だと何にも見えないじゃんかこれ。ガストとしてマイクラするときは基本一人称視点が良さそうですね。ドアップガストセブンでございます。いや普通のガストなんですよ。主さん要素一つもないです。おし、これでネザー要塞探しも楽々になったな。ということであっという間にネザー要塞見つけてやりま、本当にあっという間に発見できたわ。これからの企画ネザー要塞探索のときだけガストに変身させてくれない？ガストモード気に入ってるじゃないですか。これ、ガストのブレスで遠距離攻撃もできるのかって。ガスト HP 低く、感覚的にもうちょいあるのかと思ってたけど、牛と一緒かいな。一発攻撃受けたら致命傷になりかねないので注意してください。クリーパーの時もそうだったんだけど、こういう敵モブに変身しても別の敵モブに攻撃したら普通に敵認識されるからな。ブレイズの炎が襲ってきます。遠距離攻撃ならガストの方が精度がいいぞ。あった、押したからブレイズに変身するのか。ブレイズも空中浮遊可能なモブなので、引き続き空を飛び続けれますね。ネザーは空を飛べるモブが結構多いからいいね。そしてブレイズの炎もしっかり使えると、本来のブレイズみたいに速射はできないけどね。クールダウンの時間が長めですね。まあでも無限に弓が打てると考えたら強い。いやー、そうだった、倒したモブに変身するんだった。ヘルメットかぶってるので焦げません。それじゃあエンドに行きましょう主さん。ペルくんパワーありがたいです。今から遺跡探しとなると、あのモブがやっぱりいいんじゃないかな？ということでコウモリに変身。これで遺跡探しも楽だな。本当はガストとかでもよかったけど、でかいから多分ゲートに入らなかっただろうね。あと、スケルトンの格好の的にもなってたでしょうね。どんだけエイム悪くてもガストには命中しそうだもんな。それじゃあエンダーアイが下に行くのを祈って、ひたすら空を飛びまくろうか。下に向かっていきました。今回の遺跡はこの辺の地下にあるみたいです。じゃあ、エンドに挑むモブに変身して遺跡に潜るか。変身するのは、無限の爆発で敵を一網打尽にする。やっぱりクリーパーでしょ。クリーパーに変身すれば、遺跡内で敵モブに遭遇しても大丈夫ですからね。今は絶賛的認識されてるけどね。そして相変わらず爆発寸前なんだよな。これ、一定時間クリーパーに変身したままだったら、大爆発起きるとかそんなことないよね。大電クリーパーになるかもしれないですね。それならぜひ爆発してほしいけど、ではエンドに参りましょう。
クリーパーの爆発でどれだけエンドラの HP が削れるか？かなり期待はできそうですね。エンダーマンをワンパンできる火力があるので、最低威力40はありますからね。それぐらいダメージが入るんなら、もうクリスタル破壊しなくてもエンドラ倒せちゃうかもな。そうしたら今後エンドの門番をするのはエンドラじゃなくてクリーパーだな。さあ主さん、エンドラが休憩タイムに入りましたよ。休憩タイムに入ったが最後、エンドラ、貴様はクリーパーの無限爆発の餌食となるのだ。ジャンプしてできるだけエンドラに接近して爆発した方が良さそうだな。クリーパーの爆発の威力を思い知れ。今のはかすり爆発だったんだな。正真正銘マシンでの爆発を食らえ。全然効かねえじゃねえかー。どうやらクリーパーの爆発はエンドラにはあまり効かないみたいですね。エンダーマンをワンパンする火力だったはずなのに、それが見る影もないじゃないか。この状況を打開できるモブは？やっぱり行き着くのはコウモリだな。この場面でコウモリ再登場。モブ界最強なのは実はコウモリなのでしょうか。耐久力こそ低いものの、この飛行能力と機動力、そしてサイズの小ささ、当たらなければどうということはない精神で、エンドラ討伐に挑みます。飛行能力があるので、弓さえあればクリスタル破壊も楽々ですね。クリスタル全破壊をちゃちゃっと終わらせるか。これ以上にない快適さでクリスタル破壊完了。あとはもう弓で少しずつダメージを与えつつ、休憩タイムには一気に斧でダメージを稼ぐだけ。気になるのは、エンドラに変身できるかですね。変身できるなら、この次にウィザーと戦ってみたいな。そしたら二大ボス同士の戦いが見れるってことですね。その前にエンドラに変身できたらの話だけどね、その答えがもうわかるぞ。ということで、エンドラ戦で一番戦いやすいモブは、コウモリですね。ブレイズとかでもいいかもしれないね。おし、次の一撃だな。おー、エンドラにもちゃんと変身できるんだな。エンドラブレス攻撃もしっかりできるみたいですね。あれっていうか HP よ、エンダーマンと同じになってるじゃん。あ、本当ですね。それでスケルトンにエンドラブレスがっつり当てたけど、全然スケルトンダメージ入ってない。あー、ブタさん。ということでウィザーワンパンホースに変身しております。 HP とエンドラブレスの圧倒的弱体化があったので、エンドラに変身してたら多分ボコボコにされていました。今回導入したモッドは HP が40以上にはならないんですかね。それはウィザーに変身すれば全て判明するね。ウィザーは大幅弱体化してないといいけどな。やって起動直後外した。しかし何の問題もなかったです。アップウィザーに変身しても HP40 のままだわ。ウィザーの頭蓋骨も放てるね。ただ、やっぱりクールダウンが長いから、連射はできないね。おっ、弱体化の効果はついてるね。そうだった、倒したモブに変身するんだった。ということ、牛に始まり牛に終わる。今回はそういう企画でした。いや、どういう終わり方ですか。